ダメちゃんでーす。いい。新聞の期待決。スパーンってですね。スパーンって。なんかそう、新聞を、他のこれね、格闘技系とか、その、戦闘系のクリエイターの人がやってた。戦闘系か。そう、武術系、なんかなんていうの、護身術とかやる人が、ね、俺ね、結構好きなんよ、武術系とか。俺も結構見ちゃう。闘技。俺だから、坂口拓さんっていう人。いや、拓さんね。ナイフ取る動画めっちゃ見たわ。暗殺術、戦闘術の人とか、あとね、ジーク運動の石井東吾先生とか。まあ、朝倉海さんとも好き。私、ナスター天心くんが好き。まあ、そんな、そういうチャンネルでやってた企画なんやけど、新聞抜きっつって、まあ、要は新聞を、この状態の新聞を殴って貫通させるっていう。無理じゃね？こんなヘナヘナの状態でやるの？そう、ピッて貼るんじゃなくて、当たり前けど、そう。こうやったらできるんだよ。上をこう掴むんだよね。こういう状態のやつを殴って貫通させる。うん、こうなるやん。そう。そう。え、それはしかも、グーなの。そう。これどうやったらじゃ、じゃなくて瞬発力みたいな。なんか、俺もやったことがないけど、そのなんか動画を見たときは、当てる瞬間になんか力をグッとして、爆発させてそこでみたいな。でもね、本当にね、抜いてんだよね。でもなんか多分ね、ほんまに気みたいなことやと思う。あとその、ジー君との石井先生は、逆に脱力させて抜くって言ってたけど、まあでも手はね、こんなんじゃなくて、手刀とかじゃなくて、普通に握ってた。だからこうやってさ、こういうのなしよね、引っかいてとかなしだから、ほんまに。で、結構ね、その人らはマジですごいから、なんか15枚とか抜いてたんやけど。やば。15枚？マジで1枚でもできるかわからん。まぁちょっとだからやってみよう。やってみよう。ゼロかも、リアルにゼロかもしれん、これ。ユーキャン逆に抜けるんじゃない？ユーキャンが抜けるまで、これでいいかな。遠い。ちょっと正解がわかんないな、これ。こうやろ。そう。真ん中の方がいいのかな。どんぐらいの位置に折れ目あたり？怖いな。いや、でも抜けないよ、こんなの。でも無理で。どうぞ。じゃあ、まずユーキャンの挑戦、どうぞ。あ、一枚はね。いけるわ。一枚。ちゃうね、ちゃうね。あ、真ん中を抜かなきゃいけないの。そう。これね、端っこ今、まあどうなんだ。でも真ん中割れたらこっちも割れちゃうない？いや。抜くんだ。割れてなかったか、ちょっとこれは。審議？横にした方がいいんじゃない？縦より。こっちの方が良かったから。うん。乗せてみるか。うん。紙なら無限にある。ちょっと。じゃあ、こっち向きで一回行くか。あんまりじゃあ俺も貼らずに、こう、緩めてみるぐらいで。どうぞ。よし。いやー、できないわ。怖っ。いや、でもここちゃんと持っててくんないと。もうちょっとしっかり持たなあかんだ、これ。え、結構力入れるんだが。横にずれるわ。なんかもうこの腹殴りそう。いや、それはないよ、さすがに。腕そこまでいかんもん。じゃあ、ここしっかり持っとくわ。はい。ああ、いけないよ。ああ、そうなるんやね、やっぱりね。すごい。パワーじゃないんか。うん、もう一回いく？ちょっと、連発やから。じゃあ、次ミケやる。やっぱ、そういうなんか気みたいなのがいるのかな。まあでも、普通でまず一回やってみたら。一発いけたらすごいよ。名前引く戦法ね。もうこうなってるのが分かるもんね。お先じゃあ行く。でもさ、やってるの見ると簡単そうなんだよね。そんなに多分ね、パワーじゃないんよ、これ。絶対無理よ。ああ、こうなるよな、普通に。いやー、もうダメだ。なんか、ちょっと髪くたってきた？そろそろ抜けるとかある？一回パワーでやってみよう。怖いな、これ受けるのは。いきます。はい。あ、でもちょっと破れてる。え？下の方。あ、でも下か。ここ。え？あ、ほんまや。いや、でもこれ耐久感もわかんないから。耐久感もわかんない。新しい髪する？狙ってるやつと違うな。なんか綺麗にパーンって抜くんだ。綺麗にね、手が抜けるんよ。ね、それみたいな、でも。じゃあこれパワーじゃねえな。なんなんだろうね。当たる瞬間にクッとするか。ねん。キーやな。ああ、全然当たる感覚がない。いや、そうなんや。ちょっと待って、左手でいくか。一回。ああ、イメージが抜けてんのに。でも破けてるよ。あ、今の感じで。
今の感覚やな、うん、今の感覚で右で行こう。いいやん、いいやん、頑張れ。抜くえ欲しい、抜くえ欲しいよ。あ、これはもう抜いてあるやつや。そうだ、これか。貫通というか、でも破けてたもんな。破けてたよ、うん、いけんね、これは。頑張れ。今の感覚で右で、こういう感じ。いきます。あー、いやー、そうなっちゃうか、うん。でもこっちさ、ごめんね。この、ちょっとここ破けたわ。ギュッて持ってたら。この新聞硬いからさ、うん、いけそうっちゃいけそうじゃない？なんかいけそうな感覚があるな。硬い方がいけそう。日本の新聞の方がさ、やばかい。ペナペナなんよ。どうなんだろう？ペナペナの方がいけんのかな？いやでも、いきそうじゃない？ちなみに。どうなんだろう？明日だな。明日だ。うん、え、でもやっぱさ、破けるときってさ、なんか、そっち行っちゃうよな。行っちゃうんだなぁ。いや、でもなぁ。なんか下に抜けてくんだよね、やっぱりね。真ん中を貫くからさ、あの人が。そう。うん、難しいなぁ、意外と。うん。でき、そうかなって思ってたけど。難しいね。うん。いや、できるより欲しかった。できるより欲しかったな。もう一回やらせてよ。もう一枚。泣きの？泣きの一枚。死闘でいいじゃん、死闘で。死闘は、死闘はいけちゃうから。死闘いけちゃうかな。死闘はいけちゃうだろ。死闘も通り抜けそうだけど、なんかこう。いや、グーだろ。グーね。グーでしっかり真ん中。こう、だからこういう感じになるってことだろ。うん。先でも左でちょっといけそうだよ。ここはもちろん。いきます。はい。あ、な。これマジでね、ギュッて持っててもね、抜けるんだな、うん、指が。いきます。あー、下行ってまう。なんでできんのこれ。うん、なんかこう当てた時にさ、下がちょっとこっち行くやん。この状態になるけど、うん、多分そこで力入れてないから、下がそのままこう行くんやん。そう、当ててこのへこんだとこの状態でガッてやったら、あ、そのイメージなんてるかも、ね、うん。当てた瞬間にだけマジで力入れます。こっちが破れんねんな。だから、ちゃんといけてないってことだな、多分ね。アッパーぐらいのテンションで。あ、でもほら、破けてはいいのよ。うん。ほんまや。ほんとだ。ここがほんま、こうちゃんとなんていうの、そう、腕が抜けるんだよね。こうならんと分かんのよ、うん。こういう風になれば、多分、OK なんやけど、うん。難しいな、やっぱ、うん。思ってたより全然難しかった。ね。なんかあの人らさ、河原とかもさ、うん、普通、こうやったりとかさ、うん、こうやったりするじゃん、うん、これでいくの、ね、グッてやるだけでバイバイバイって置いてくの、ハケみたいな。そう、マジで気を使える技術があるってこと、うん、できやんかったな。できやんかった。惜しいとこまで行ってちょっと残念です、ね、普通の新聞で次やってみようか。いいよ、多分無理や、無理やと思う。でゆきゃん最後なんか画面やべりできないって分かったよ。四隅を持つんで。四隅持つ。四隅持つ。四隅持ったら いけるやろってもらって。貫通ね、貫通。貫通って。真ん中だけ。いきます。はい。いってるからちゃんと。やば。一刀両断。ハンマー一刀両断や。やば。それ持ってたらいけるけど。ハンマー裕次郎がやってること。えぐい才能みたいな。いや、持ってたらいけるって決まってんの。多分あの防弾ガラスのとことか、ゆうかさんはこうやって取り付けてくる。バリ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 。